やってみた方が分かりやすいと思いますので、えー、少し説明いたしますとですね少しこれ私のコンピューターということになります。えー、まあ実際にあの サンプルという形でスタッフの方などに参加していただいておりますですので今、ここにホストコンピューターを除いて6人のアカウントが入っているということになりますで,で、私の方でこちらで問題をこういくつかつ作ってますので例えば今日は民法の第一セットというのをやってみますがこちらの方で民法第一セットというのを投票の起動という形で送りますすると皆さんのスマートフォンなりパソコンなりにこういうふうに送られてきます。 まあ私のこれ、あれですけれども、実際にこの問題の中から、こういう形で送られてきます、これを2分以内に10問解いてくださいということになります、ですので、私も実際やってみますけれども、パッと見て、分かるか10問解いていただくと、実際、私もこれやってますけれども、こういう感じで、ランダムです、これは、本当に。間違えそうになりましたね。 えー、いう形で送信をすると、えー、今ちょうどですね少しあの戻りますけれども私のパソコンでは、まあ、私しか回答終わっていませんので、えー、あ一応、あれですね回答がこう来るとそれぞれについてこう何%、パーセント何パーセントという形で、えー、続き出てきますで、これ一応集計という形になってますから、えーまあ、2分間で回答して送っていただくということになります、まあ、私は、ね、問題も解いてますので、えーまあ、10問という形でやってますけれども。 おそらくこれ、ね、次々と、えー、回答について10問のものが集まってくるということになりますかね,ですかね送信があるとまあリアルタイムでこう変わってくるということになります。 で実際に、えー、と皆さんの、えー、お手元にですね、行ってますかね、はいでえーとまあ、ちょっと時間になりますので、まあ、そろそろ送信をお願いいたします <laughs> 送信をお願いいたします、まあ、2分超えちゃってますので大体今のこのぐらいのペースが2分ということですね。一足のあたりということになります送られてますかね 回答をして最後に送信と、あちょっとずつ反映されましたね、これで全員ですかね、えー、全員、えー、なりましたね、そうすると大体こっちがこう,いうになってますから、これは私のパソコンの中で分かっていることですが、これ投票について結果を、えーまあ、実際に皆さんにこのあとすぐ共有という形で送ります、そうすると今、送られたと思うんですよね。 そ,の試験がそうするとまあこの実際、私の方のこの投票結果という形で1問目からこれ丸,で対まあ丸×が40%、60%で、こういう正答率というのがこう大体他の人たちがどう,いう,ふうにやっているかっていうのが分かるようになっています、ですので大体え30人とか40人とかであれば、これがちょうど分母が40で、正答率どのぐらいというのがまあ分かるということになりますで、で皆さんのお手元にはこの回答結果というのが言っていますので、それをもとに私の方でえその足の解説をします。 でこの辺はもう過去問でやってますから、えー、実際にあの出典に当たる足というのはもう出ているのでそれ以外のものについては出全て過去問からですから、えー、正答率が低いものとか、えー、もしくは分からないが多いものみたいなものについて、まあ、ピンポイントに説明をしていくという形になります。はいいこういう風な形ですね まあ皆さんこれ今回優秀なので、正答率皆さん高いので <laughs>、あれですけど、例えばまあ分,かり分からないが多いものであったりとか、そういったものとか、正答率逆転しているものなんかを選んでいくという形になります。少しえ戻りますねあそうか、はいえー、という形になっております。